ダビデ像は15世紀イタリアの芸術家レアデル・ベロッキオが制作したブロンズ像で1473年から1475年にかけてメディチ家からの依頼によって制作されたとされる。ベロッキオは弟子レオナルド・ダ・ヴィンチをモデルにこの像を制作したという説がある。後にイスラエル人の王となる若きダビデが打ち取ったリアテの首を足元に置き勝ち誇って ポーズを取る姿を描いている。1476年に、別キオ宮殿に設置された。ダビデの革製チュニックの飾りには、アラブ文字を模した文字が彫られている。ゴリアテの頭は、ダビデ像とは別になっており、その配置は、美術視野の間で、議論の的となっている。ナショナルギャラリーに展示された際には、現在所蔵するフィレンツェのバルジェロ美術館と同様、 ダビデの両足の間に置かれた。ベロッキオは、ゴリアテの頭をダビデの右に置き、対角線上の構図とすることを意図していた、とする美術シやもおり、ナショナルギャラリーのほかアトランタの廃美術館などで一時的にこの配置で展示されたことがある。若き羊飼いが強大な戦士を倒す姿を、勃興するフィレンツェに重ね、見た目に反して強大なフィレンツェを、 ダビデ像に表現させる意図があったものと考えられている。ロンドンのビクトリアアルバート博物館はベロッキオのダビデ像の石膏模型を所蔵している。ありがとうございます。